朝顔の目です。だいぶ目が成長してきました。今日はですね、6月11日、朝顔の種を植えたのが、6月の5日だったんで、もうすぐ1週間っていう感じですね。6日間経ちました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個芽が出てます。芽が出てるのは新しく買った種の方ですね。去年一昨年ですね、取った種、この右サイドの方に植えてるんですけど、芽が出てこないですねやっぱりダメなのかな。古い種は、新しい種はちゃんと出てきてます。なんか理由があるのかな。これ乾燥しちゃってなかなか発芽しないのかな。これはおそらくが植えた豆乳ですね。豆乳っていうのかな。芽が出てくるのかな。もう出てこないじゃない。朝顔です。続いてはこのプランターの方ですね。見てください。こっちもですね、芽出てくるかなと思って腐葉土だったんで心配してたんですけど、とりあえず3つ芽が出てますね。これは多分ひまわりじゃないかと思いますね。この左側のブロックにひまわりで、この右側のブロックにヘチマ植えてますね。ヘチマ種出てこないなそのうち出てくるね。なかなか楽しみです。これアボカドですね。アボカドもこれ今年の芽ですね。どんどん成長してます。今成長真っ盛りの時なんで、どの植物もどん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 成長して大きくなります。パキラもこんなに大きくなって、途中切れちゃってますけど、この名前のわからない木もですね、どんどん大きくなってますね。楽しみだな。